どうも、ちぬこチャンネルです。今回はコラボ会です。2月のフィッシングショーで知り合った一般の視聴者さんと釣りに行ってきました。同じ三重県民のるりまるちゃんです。それでは本編始まるよ。今回は竿が延べ竿、ちっちゃいね、小物釣り用の延べ竿と手長エビ用の仕掛けを持ってきました。手長エビ釣りは初めてだもんね。初めてはい、じゃあ延べ竿は使ったことある？いや、ないですね。そっか、ルリマちゃん普段は何釣りを？普段はアジングメイン、うん、あ、そっかそっか、そうだよね。よく行ってるのかな？よく行きますね。週に？週に、うん、最大7、うん、毎日。すごいな。めちゃくちゃ簡単な釣りだけどね、意外と奥が深いんですよ。楽しみ、うん、ここに重りがついてて、一番下にめっちゃちっちゃい針がついてて。そうで、エビはね、むちゃくちゃちっちゃいんで、餌をね、虫はいける？虫ですか？うん、行きます。これがあんまり大きいとハゼとかにやられちゃうから、そう、もうこれで十分なんで。どの辺でやる？ここやってみる？やってみましょうか。うん、でなんか食いがあんまり良くないなとか思ったら、浮き下を長くしてみるとか、あとは、うん、探りながらいろんなところに釣りに行ってもらって全然大丈夫なんで、例えばここがあれだったら、あ、こっちいる。あ、じゃあ、うん、こっちに移動して、でここの、その、そうそういるところに落としてみてやってもらって、はいはい、じゃあ私もちょっと作ってます。はい、はい、はい、なんか当たりあったら教えてください。見えてますね。なんかね、見えてるよね。これでもね、夜暗くなってくるともっと出てくるからね。でもくるくるしてます。あ、本当？手でやってる？見えてる。でも、あ、見える。それが何なのかはわからない。なんか浮きにも分かりやすい反応が出てからで全然大丈夫。あ、え、あ、おお。手が長いのがオスなんで、はい、オスの手長エビ、車エビみたいな感じの動きしますね。そうね、そうね、色もね、ちょっと似てるけど。すごい、さすが。一匹目から、うん、オッケー。元気そう。じゃあもう何匹か行ってみますか。いや、楽しい。集中してる。じゃあ私もあっちでやろうかな。もう一個向こうのブロックで。はーい。来た。え？草に絡んだけど、あー！バレた。草に絡んでバレた。どれくらいから釣りしてるんですか？釣り？釣りはね、十何年前かな。すごい。いや、全然全然。十五年ぐらい前じゃないかな。うん。大先輩。いやいやいや。え、ルリマルちゃんはいつから釣りやってるの？私は、うん、まだ1年半しか。あ、そうなんだ。いや、それでも毎日釣りやってたら上手になるよね。それに特化しすぎて。うん、味しかわからない。味もまだまだわからないことだらけで。やっぱ好きな、ね、うん、釣りをやってるのが一番幸せだから。そうそう、いいのよ、それは。またなんか他の魚に興味持ったらやればね。でも最近、うん、この間すごい大きいイカ釣ってたじゃないですか。うん、 あれを見て、うん、どうしてもイカ釣りたくなって。じゃあオリイカのシーズンまたぜひ一緒に行きましょう。あのイカだとか、よかったらイカの竿を買いました。エギング？あー、いいね。私はエギングも、うん、ね、って思ってます。いいね。あ、来た来た。おー、バーイ。すごい。あ、これはね、これがメス。そう、手がほら短いでしょ。そうそう、卵持ちなんで。リリース、まあそうだね、そうしよっか。リリースしますか。ありがとう。オッケー。
はい、大丈夫、はい、はい、上手だな、やっぱり。ここすごくない？あ、本当だ、やば。え、ここも、え、すごいのいるよ。やばい、すごいのいるよ。みんな全然警戒してない、ね、全然。え、すっごい。やったはい、来ましたよかった、釣れて。いて、挟まれたほい、よし、よし、おー、最高、やったえー、作ってくれたの、すごい、めっちゃ嬉しい、ありがとう。え、いただきます、いただきます、はい、釣った味？違います釣った味全部干物にしちゃって、うん、いいね、うん、うん、うまい、うん、おいしいあー、いいね、アジフライ。やっぱりこの間でも、うん、初めて朝まずめでシーバス釣って、うん、すごい。何で？ルアーで？ルアーで、うん、楽しかった最初からシーバス狙いで、うん、もう今日はシーバスロッドしか持ってかへんって決めて、うん、行って釣れちゃって、すごい。リマちゃんと パパも一緒に行きました、うん、で、おじさんもいました。どうだった？一人勝ちです、うん、お菓子作りも好きってことは、ご飯とか弁当作るのも好きってことだもんね、うん、パンとかも好き、うん、パンも好きはいって私もごちそうさまでした。美味しかったです。いる？いる？あ、そう、あれはちょっとね、出てくるの、まあと、あ、いるいるいる、めっちゃでかい、めっちゃでかい、たた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 たむずい。あ、でもそう、逃げるでしょ、来ためちゃくちゃ難しい。え、これはかぶせる感じ？そうそう、あのね、かぼって、そっとそっとね、ふわってかぶせて、あ、いる？でね、トンってやると、あの、ピョンって跳ねるんで、跳ねた時に網の中入るっていうのが理想かなあ、それも難しいかもしれんそれ難しいかも、なかなか。あ、いた！いた！よし、行きましょう、あれを。これはどうやって？あ、いっぱいいる、いっぱいいるよ、ほんと一応ね、取り方、あ、取り方、上からかぶせる、上からかぶせる、これだほんとだいい、いいよすごい、やるなぁじゃあちょっとここ入れよっかはい、どうぞ。一応ね、捕まえ方は、まあ、例えばここにエビがいるとしたら、そーっといって上からまずこうやってかぶせる。で、これそういう、それ用にこう柔らかくなってるんで、そうそう、んでこの状態でちょんちょんちょんってやると、エビがあのちょうどあの下にいるやつが上にピョンって上がるのね。そうするとタも入るんで、ピョンって下くるこれが、捕まえ方っていうのかな。入った？トントンってしてみて、トントン。それか、あの、ズル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 って、そうそうそう、そうするとね、いや、そうそうそう、そしたらパッ、おお、うまい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 、めっちゃうまい。わー、楽しい。よかった。取れるとね、面白いよね、めちゃくちゃ。うまい。どうするそれ。うまー。いや、もう、何も言うことないっすね。あ、でかっ。お、え、おー、やるやるすごい、マジですごい、それはすごいよ、でかいよ、めちゃくちゃ大きい、おー、面白すぎるよかった楽しいよね、これめちゃくちゃ楽しい、はい、30分ぐらいで
2人でこんなに取れました。めちゃめちゃ大きいのいます。ちょっと混ざってるメスはリリースします。じゃあこれちょっと今から素揚げして食べたいと思います。なんかいつも動画で見てる声にあ、めっちゃいい匂いしてきた。できた。できました。おいしい。本当エビせんべい。あうん、おいしい、うん、よかった。こんなにしっかり味、エビの味すると思った。うん、やっぱ殻ごとだし、うんうん、ちゃんとおつまみで美味しいもんね。カルシウム、美味しい、うん、全然泥臭くもないもんね。水抜きなしで食べれます、うん、綺麗な皮だからよかった。初のエビ、手長エビ美味しい、うん、よかった